んの筆順、んの筆順は、日本語のかなの一つである。この音は、発音と呼ばれ、一チモーラを形成するが、通常は子音であり、かつ、直前に母音を伴うため、単独では音節を構成せず、直前の母音と共に音節を構成する。ただし、んなどのように後頭にある場合は、母音に代わる音節の核、すなわち、音節子音として、単独で、 音節を構成する。したがって、ビボイ音以外に発音される限り、すなわち死因である限り、んは、音節子音的な死音である。んは、元来五十音には現れないが、一般に、和行の次に置かれる。文字としての、ん、んを、うんと発音することもある。現代標準語の音音音、日本語を母語とする日本語話者にとっては、んは一つの音、すなわち音素、と認識される。 しかし、実際の発音は、事故で述べるように前後の音や速度、話者により、M、N、さらに微母音の一部、その他にも微音に関連した音が用いられる。どの発音を用いても意味上の違いは生じない。音声学上の実際の発音、前項で述べたように、N は様々に発音される。発音は、基本的に、後続音の超音が影響を及ぼす、逆行動化によって、 高速音と似た種類の音になる。日本語の現代共通語では、基本的に、んより始まる単語が存在しない。ただし、砕けた口語や方言では、生まれる、うまいなど、五頭の、うを微濁音で発音することがあり、それを、んで表現することがある。百四十四年に文部省が制定した怒り音符項では、頭の音はう、を使用するように定めたが、 この表記はほとんど浸透せず、現在では、後島の微濁音と、うを特に区別する場合、単に、んと表記されることが多い。日本語以外の言語においても、んから始まる言葉は少ない。外国語の単語をかな表記する際、基本的には、ビ音で始まり構続する音が母音でない場合に、んで始まる言葉として表されることがある。ただし、外国語音を日本語でどう捉えるか、 かなで、どのように表記するかという問題があるため、その他かを単純には結論付けられないん。という文字が広く使われるようになったのは、室町時代頃とされるが、詳しい時期についてはわかっていない。古事記日本書紀、万葉集には、音を表記する文字は見当たらない。このことから古代日本語にはん、音はなかったと推定され、中国から経典などが輸入された時に同時に、 相当音も移入されたと考えられる。ただし当初は N と M を区別していたと考えられ、M の影響は酸味などの連状型に残っている。藤原定家の息子である藤原ため家が家庭2年にキツラユキの直筆本に従って書写したため家筆本、土佐日記では、の字型で、む、う、も、の音を示す単語に共通して用いられているが、一般には、 平安時代以降、発音便化した、助動詞、む、なむ、けむ、らむなどについては、んと読む場合も、むがそのまま用いられた。ありがとうございます。